え <laughs> これは、この声はあれ、ターボパワーじゃないええ <laughs> やっぱそうなのおぉ<ー>さ、来ました。だんだだんね。の もうあれか、普通に学校行けんのかなああ、そうだ。あ、え何してんのそんなところで。あ、ももちゃん探してんのかなうん。いや、けどこれ不審者すぎるって、こんなの。普通に堂々と道の横で待ってないよ。あ、あ、来た。朝挨拶の素人。初めて聞いた、そんなけどそれくらいくね、挨拶してないんだろうね。ああ 待っててくれてんじゃねえ。ももちゃんも。え、ね、え。そういうことでしょ、これ。おはようと言ってくれんじゃないいや、あるんじゃないいや、ももちゃんいい子だもん。来い。え、いやいや、大外れだそれは。怒るんじゃねえか。 ねえ、蹴られたりしそうじゃないあははは、来た来た。うん。えへ <laughs> そういう感じ。ありだわ。あははは、よかったね、オカルン。<laughs> めっちゃいいね。何このエモい投稿。こんなの、男女共学だったらあったのかな <laughs> まあ私立だからね。<laughs> 男子校だったからさ。いや、ねえな。<laughs> <laughs> いやけどなんか <laughs>、あの、オカルンのね、圧倒的にこの慣れてない感じ、友達に。まあそこがまた可愛らしかったけどね。けどそこでスルーを選んじゃうところも <laughs>、またらしいっていうか。で、今回から、もうオカルンはターボババーも、まあ、ついてないし、 今後どうあれだよね。また変なのが出てきた時に戦うのかってとこなんだよね。けどね。なんかいろいろコメントで、このピコピコハンマーの使い方やめなさいって言われたけど、けどあれでしょこれがこういうことなんでしょねえ。なんなんっていう。で、あと予告で、またなんか可愛い子いたんだよね。あの子も、 またこれからこのオカルンと関わっていくみたいな感じになって、また桃ちゃんとかが嫉妬しちゃったりすんじゃないの高倉健に。ねそうなりそうだよね。ああ、いるよね。あの子じゃない今の上がってた。違うかも、うん、宇宙人、最初のあれか ねえ、顔ちょっと赤くないよ、るのそんなことないかな。うん。ねえ、声出せから喋れんの嬉しいんじゃないまた後でいいんですか <laughs> え、こんなの私服すぎるだろう。あ。ああ、もう。えぇえぇねえ、ここの学校しらすぎる。<laughs> 俺絶対通えない投稿拒否しちゃう。<laughs> 頑張ってねえ、こんなに毎日ちゃんと来てんだね。えムーか <laughs> 山積みやん。<laughs> ああ、その世界に入るのね。うん、余裕あ、そういうね。心境的にね。ああ、かわいい。<laughs> よかった。え おい <laughs> ねえまあ、けど余裕だよね。おうおうおう、<laughs> 広い心でな。<laughs> いや、チンコなくたって頑張ってたんだ、こんくらいね。お,おなんかやってんね。ああうん。ああ、会えてない間にあれかな。 あいつまた出てきたりすんのかな最初の。いやいやいや、そういうことじゃないけど、まあ、すごいことがいろいろあったのよ。勝手に決めつけんなし。あ <laughs>、うん、<laughs> そうなの。<laughs> ああ、こっちはこっちなんか書いてん。うん。もう意気統合すぎるだろ。 ああ、かわいい。えー、こっちめっちゃかわいい。<laughs> また <laughs> パンツどうなんだろうね。<laughs> いるのかな。<laughs> ええー。やばー。いいね。あれなんか止まっちゃったね。 なんか、急に、おしゃな曲流れ始めたけど。いやこんな感じもあれなんだが、できるんですよ、みたいなことなのかなだんだん僕たち、こんなあれもありますけど、みたいな。<laughs> いいわ。ああ、休み時間あんで、二人とも来んのかなあ、え嘘す <laughs> れ違っちゃったよ。君の名はかよ。 ああ、わかる。いやー、もう、ももちゃんの教室行ったんじゃない <laughs> かわいい。どっから声出してんのあ、<laughs> <laughs> え、え、え、ああ。あ、うん。じゃあ、またあれか ああ、お互いを思うばかりに。とりあえず、頭脳パン買っとけ。はああ <laughs> もう、もどかしいぜ。<laughs> とりあえず、わかめパン買っとけ。<laughs> いや、いるんだよ。<laughs> 学校の中に。<laughs> 違うって。 そんなことないのに。はい、もう禁断症状出ちゃってんじゃん、ももちゃん。<laughs> めっちゃ近いけど。<laughs> 横見て、横。<laughs> 気づかないか、<laughs> この距離。<laughs> えめっちゃ緊張してたんだよ。いや。いやー。 <laughs> なんかこう動くのがいいね。アーシンメトリーな感じ。<laughs> そんなことないよ。そんなことないよ。むしろ今最上位じゃねえか。ま <laughs> あ<もう> <laughs> 空見ちゃったり。<laughs> 黄昏れちゃったり。<laughs> ああ、二人して。 ああえー、いや、合わせて、合わせて。あ、来るかいや、会える、会える。大丈夫。お、来た <laughs> あ、しかも歯が当たったの今の <laughs>。いやいやいや、会えたら会えたで。歯がつったけど、何気すごいよな。ねえ。 うん。うん。もっといっぱいいたかったのに。ねえ、なんなのこのかわいいエピソードは。<laughs> <laughs> おうん。もうそれでいいんじゃない勝ちに。<laughs> <laughs> <ガチン笑>やべえ、やべえ <laughs>。 ああ、ああ、ああ。もう。まあけど、それがまた <laughs>、まあまあまあ、みたいな。<laughs> いや、これがまたそういう風に映っちゃってんじゃないか、あのギャルたちには。ああ、結局こんななっちゃうのうん。だよね、そうとっちゃうよね、むしろ。 うんうんああああないの <laughs> もうこれしかないってこと <laughs> あーこれ大変 <laughs> うわーこれはめんどくせー カル,ピカルピッピカルピッピもう、もうそれだけでわかるわるわ。<laughs> あねそのポーズやめてあげてよ、カルピッピう <laughs> シッシッしてたらなかったんだよ、うん。ここで言っちゃうんじゃないか、だから。 あ何でもない <laughs> あの赤ジャージね <laughs> うんいやーもうやめよううんあまたエモい感じ <laughs> うぜえうぜえよその手はぜ <laughs> ろ <laughs> あ もうみんながいるからな、ますます。ももちゃんも。あ、自分、自分出た。あ、ちょっと揺れたね。あー、いいのかいや、お前らが、ほっといてくれたら。 あ、放課後になっちゃったね。結局、あれの話できてないね。うん。あ、あー、出た、はあ、もう可愛いい。うん。あははは、重くて。おい、おいおい。 あ、触られちゃったことに今の。<laughs> そういうフォーカス。可 <laughs> 愛かわいいんだよな、ほんと。<laughs> なんかこいつ、わざと寄ってきてないかんなことないかなたまたまぶつかったんじゃないんじゃない今の。うん、まあね。ああ見られたくないお前、デレデレしてんじゃねえよ。スキンシップがすごい。 <laughs> ああもういっちゃったえ <laughs> 怖い女子怖い <laughs> やば えぇ、ー、うわぁ。ああナイス <laughs> ナイスもう <laughs> ドリューや。たらい降ってきた。<laughs> いいよ、いいよ。<laughs> 天中。ああ。<laughs> みんな、時間差。あっ。<laughs> いやああうわあおあほほほ最高めっちゃ気持ちいいやんもちゃいい女だぜかっこよすぎる けちょっと手でてああだったらもう一回やり直せばキスしちゃえばうーんうーん あ、やべえな。だんだんやべえな、急に。あんだけ前回まで騒がしかったのに。あ、けど来るか。いや、けどかなりすごいあれだろう、ネタ持ってるだろう、今。うん。倒した。完全に溶けてないみたいな感じなのかな。うん。頭ね。 爆笑。<笑>おばあちゃん。ああ、気づかないのもね。<laughs> そう。かわいい、あの格好。<laughs> ああ<ー>。<laughs> <laughs> 厳しい。<laughs> えー、ああ、違うの ああ、中身。あ、なんかできんのかうん。うんお、なんかコンスタンティンみたいなことしてんだ。うん。うん。お これでなんか出てくんのいや、笑ってるやん。え腐った身が何何いや、棒が支え合っててどうなのよ。何も意味ないじゃない。ああ、金八先生なのね、人っぽい。うん。えあ。うん。 引っ張り出す。ああここに映るんじゃないそれで、あれが動き出すんじゃないエンディングでだってあの猫ね。何が入ってるかだわ。出たいや、あの猫じゃないかあの札ってある。うん。 ああ、来た動いたお、え、なんだ逃げたぞうーん、ばあちゃんなのにすごいケツ <laughs> もう体も、うん。このポーズがかわいいね、ももちゃん。ああ、視覚に頼らず。すごいよ。 でも、ギュッてやっちゃう感じ便利ー見えざるて便利ーこれで違うやつだったら受けんね。あ、さすがに猫かえ。ええこれはこの声はあれえ違うかなうん。 違うかうん。ターボバーバーじゃないね。ええ。<laughs> やっぱそうなの <laughs> ってことはこの声やっぱあれええー、無事だったんだね。<laughs> <laughs> うん。 うん。うん。うん。ああ、けどこれでだからあれか。やっぱこの力をこれからカルンも使うのか借りて。ああ、いいんね。ボきゃぼきゃは いやーけど、ちょっと今は無理なんじゃないあーあ。うあ。たまね。返してくれないんじゃないえ何ま戻らないの うわぁ。包丁やば。やーば。えぇー。おんおか、ええええ,え,え,え入ってないんだよね。何 うん、なっちゃったよ。どういうことえ、ターボババーすら分かんない。あうん。意識だけえ、それ最高じゃない 力使えるってことでしょタバババン。うん。あ、やばいじゃん、もう。立場マジで逆転じゃん。<laughs> バカチンクソで <laughs> <laughs> もうじゃあ何もできないんだね、こいつは。偉そうなこと言うくらいしか。うん。あ、逃げちゃった。 うん。うん。え、けど、たはないんだよね。<laughs> ねあ<え>あ。あーあー。うん。うん。 ああ、うん。ああ、返してくれんの。えどこにあるの玉。うん。落としたどこへあ、終わっちゃった。え玉落とすってな。金玉って落とせるものじゃないんですけど。 じゃ、あドラゴンボールじゃないけど、ゴールデンボールをこれからなんか探すたびに出るみたいな感じなのかなこの後。もしかしたらも,もちゃんレーダー的な感じで、ドラゴンレーダー的な感じでさ、見つけられたりとかすんのかゴールデンボール。ま、二つね、もしかしたらバラバラにあってさ、なんでこんなドラゴンボールっぽく言ってんだろう。わかんないけど、なんとか取り返してね、 もうこの状態からこれにしないとだよね。あー、けどやっと正体分かったわ。これターバババーだったんだね。いや、最初この子が喋った時にね、まあ、この子ってのもおかしいけど、<laughs> あれ <laughs> って思ったのよ、声。けまさかなと思ったら、やっぱりターボバババーで。能力的にはオカルに残ってるっていうのがね。あとこのモモちゃんとね、またちょっと関係がこれから、 見物な感じがしそうだね。あとあのピンク髪の同級生のイきスけない女の子は今回だけだったのかなあのキャラ。なんかお話が次の展開に進むなんか依頼者的な感じだと俺思ってたんだけどさ。もう全然嫌な奴だったじゃん。けどその時のもちゃんがね、最高だった。ってか今回はオカルンともちゃんのあのやりとりが最高すぎたわ。さ、よく、ああまだ出てく、んなんかいたぞ今。 ばば。おなんかやってたね、今本持って。うん。てかこれあれじゃん。で、金玉じゃないの、今の持ってんの。<laughs> けど、あんな金ピタありえるか。で、あの女の手にオカルンの金玉がいっちゃってんだとしたら、それはそれでまずくないそれどう取り返すんだってとこもあるしね。やっぱ、モブじゃなかったわ。 ちょっと行きかない感じだったけど、あの子もあの子で面白そうだしね。ももちゃんにとってなんか恋のライバル的な感じにね。まあ、ゆくゆくなるんじゃないのこの後。ああいうわけで今回前半ね、まあ、全体的になんかちょっとエモいというか、今までのハイスピードな展開とね、まあ、言って変わって、まあ結構スローテンポでね、なんか二人のなんか仲むつまじい感じ、これが最高に良かったけどね。 また後半にお話が面白くなる展開も来て、また次回がね、ターボババーも出てきて楽しみな展開になっているんで、まあ、笑わせてくれるのかバトル展開なのかね、まあ、どういうのが来るかわかんないけど、まあ、楽しく見ていけたらなと思います。今週のエピソードに対する皆さんの感想だったり、僕のリアクションに対するコメントはお待ちしております。また動画の高評価、チャンネル登録まだなかったらね、ぜひチャンネル登録していただいて、引き続き楽しんでいってください。以上、動画2つお送りしました。